はい、ひろめきです。では続きからやっていきたいと思います。完全に警戒態勢だよね。光栄だぜ。俺たち以外にも敵がいるんだ。アバランチの本体、あるいはルータ。ルータとは休戦中だろうが。休みはいつか終わる。この作戦に向くに来てる連中、本物の恐怖ってやつを教えてやる。俺たちの目的はエアリスの救出だ。余計な騒動は避ける。うまく立ち回る。わーってるよ。ただな、俺の中で真っ赤に燃えてるこの半神羅の炎をどうしてくれようかって話だ。ボムだって我慢する。あれってシンラの車だよね。飛び乗るぞ。外はどうだった？そっちは？異常なし。問題ない。了解。よし、行っていいぞ。倒せない相手だ。くらえ！うまく立ち回れと言ったはずだ。不器用なもんでよ。はて、記憶にねえな。そっちは任せる。俺の見せ場だ。
ね。俺が出る。十分の展開になってきたな。先を急ぐ。通用口が奥にあったはずだ。本部と連絡が取れないらしい。侵入。気をつけてみろ。えっ、終わりだ。燃料はいらない。何者だ。畳みかけるぞ。おう、ボッコボコだ。気球だ。飛び散れ。
いていける。頼られちゃうな。よし、やっちゃおう。ここで決めよう。下がっている。俺の見せ場だ。さあ行くよ。引き受け、切り覚悟はいい。ここで仕掛ける。誰もいねえな。ああ。エアリスの居場所、見当はついてるの？おそらく科学部門の研究施設だ。どこにあんだよ。多分上の方。ずっと上だ。確認しようか。受付でわかるかな。綺麗な建物。ムカつくぜ。ピカピカの壁、いつか粉々にしてやる。明日以降で頼む。とにかく上へ向かおう。で、どうやって上がる？この先にエレベーターと非常階段がある。研究施設はすんげえ上にあんだろ。エレベーターに一票。鍵がねえと上がれねえってわけだ。このビルの鍵はカード型みたい。カードキーならどこかで見たな。
受付か。だが、どうする？上から行けないかな。ほら、あの照明を伝っていけば届くかも。無理だろう。私がやってみる。あ、この中なら私が一番身軽でしょ。二人は見張りをお願い。ああ。じゃあ行ってくるね。気をつけろよ。任せて。腕力勝負？やってみるしかない。頑張ろう。もうちょっとかな。あそこまで行けば。
仕上げのジャンプ見ててね。やったじゃないか。あ、これでセキュリティを解除できるかも。え？ははうまくいったな。ん？何もしてないけど。まあいいじゃないか。ティファ、研究施設が何階にあるか調べらんねえか。ちょっと待ってね。北条博士の研究施設65階だね。エレベーターか階段で59階のスカイフロアまでは上がれるみたいだけど、そこから上はそのスカイフロアの受付で手続きしないとダメみたい。ひとまず59階だな。上はどうなってんだろうな。重要施設も増えてくる。これまでのようにはいかないだろう。なんだ。10階です。ドアが開きます。まだ。消えたぜ。通報されてないよね。そんな時間はなかったはずだ。上へ参ります。ドアが閉まります。また止まるかな。死んだは階段を使え。階段を
また出くわしても速攻で片付ければなんとかなるだろう。早速おいでなすった。20階です。ドアが開きます。そのつもりもない。じゃあ、悪くない連携だ。まあこんなもんよ。シュッと頼むぜ。なかなか上まで行けないね。階段に移ってもいいぞ。それはない。30階です。ドアが開きます。気を抜くな、来るぞ。こっちは大丈夫。母さんこそ怪我はなかった？そっか、安心した。え、そんなひどいな。上へ参ります。ドアが閉まります。いや、まだ何も分かってないよ。アバランチがまたいつ攻撃してくるかわからないから、くれぐれも気をつけて。上へ参ります。ドアが閉まります。それと、神羅にも家族のために働いてる人がいて、帰る場所があって、待ってる人がいて、もちろん分かってたことなんだけど、なんだかきついな。善人なんだろうが、連中は自覚なき共犯者だ。そういう連中の意識を変える必要がある。自分たちの売ってる魔法が星の命に等しいってことを自覚してもらわねえと。そうなれば世界は変わる。総会で聞いたよな。うん。ティファ、エアリス救出に集中しよう。うん、そうだね。59階です。ドアが開きます。70、80、90、100、110。魔鋼濃度の過飽和を確認。冷却用マテリアによる放冷を開始。スカーレット様、会議のお時間です。あなた、声をかけるタイミングが最悪。魔鋼濃度、マテリア構造、ともに安定しています。核マテリアの質量増加を確認。検出。行くわよ。規定値を大幅に超え、なおも増殖中。溶液内の至る所で結晶化を確認。暴走しています。ダメです、このままでは。お片付けよろしく。はスカイフロアで
名前通り洒落てんじゃねえか。行くぞ。おい、見ろよ。クラウド、来て。許せねえ。ん？ここに来た奴らはこの夜景を見て綺麗だ、絶景だって喜ぶんだぜ。あの明かりの一つ一つが星の血を、命を削って灯ってるんだってことに気づきもしねえでよ。うん、俺も一瞬うっかり感動しちまった。しばらく働けないかも。見学ツアーのお客様ですね。見学ツアーのお客様は60階、61階、62階、63階と順番に進んでいただきます。各フロアの出口に更新機がございますので、そちらでカードキーを更新していただきますと次のフロアをご利用になれる仕組みとなっております。それでは皆様、見学ツアーを心ゆくまでお楽しみください。たく、めんどくせえな。ちょっと変じゃなかった？うまくいきすぎている。やっぱりそう思う？罠？はっ、それならそれでいいさ。帰り討ちにしてやる。神羅の中枢だ。仕方がない。出たな元神だ。でかい組織のやつほど仕方がない。ああ仕方がないと。全ての魔鋼炉と支柱をチェックしてください。はい、そうです。いえ、全てです。どこにどんな影響が出ているか分かりません。少しでもおかしなところがあれば報告をお願いします。よろしいでしょうか？ああ、すまない。こちら7番街の被害報告書になります。少し休まれた方が。いや、会議までに被害状況と大まかな再建計画だけはまとめておきたい。たとえどんな目的があろうとも町を落とすなんて正気の沙汰ではないな。統括会議でそのような発言は決してなさらないように。分かっているさ。
シンガカンパニー本社ビル見学ツアーへようこそ。今度はなんだ。こちらメモリアルフロアではプレステントのこれまでの歩みや我が社が展開する数々の事業について、また魔鋼都市ミッドガルと魔鋼エネルギーについて、それらを3つのブースに分け展示しております。はいはい、ご苦労さん。胸焼けしそう。自分大好き野郎ってこったな。出口か。皆さん、見学ツアーお楽しみいただけてますか？プレジデントやシンラカンパニーのこと知っていただけました？プレジデントの思い出の品が目にできて感激ですよね。すげえ。が展開している事業について部門別に詳しくご説明したいと思います。え、こんなこともやってたの？と驚くこと間違いなし。お楽しみに。よく見るやつだね。散々スクラップにしてやったぜ。兵器。申し訳ございません。兵器開発部門のブースはただいまメンテナンス中です。申し訳ございません。治安維持部門のブースはただいまメンテナンス中です。ようこそシンラビルへ。我々都市開発部門では皆様に日夜エネルギーを供給している魔鋼炉をはじめ、プレートや支柱、市街地や鉄道といったミッドガル全体を管理メンテナンスしております。現在はプレート上に高速道路を鋭意建設中です。こちらが完成した暁には皆様により快適な生活をお届けできるかと思います。もうしばらくお待ちいただければ幸いです。ようこそ、シンラビルへ。科学部門がやっていることは君たちには到底理解できない。よって説明は無意味だ。心配せずとも科学は進歩している。この収録のせいで今は停滞しているがな。これ以上時間を無駄にしたくないので帰らせてもらう。では。およ、何？これを読めばいいの？何何？ようこそシンラビルへ。わしが統括する宇宙開発部門は、兵器開発の過程で生まれたロケットエンジンを使って資源がいっ
っぱいある宇宙を目指してた。だけど今は魔法が手に入ったから凍結中なんだよね。よし、ちょっと残念。事業やそこから生み出された結晶の数々ご覧いただけました？我々はこれらを駆使し日夜皆さんの安全をお守りしているのです。マコーロのこと、ミッドガルのことを全て説明しちゃいますよ。お楽しみに。こちらは1万分の1スケールで作成したミッドガルの模型となります。ご覧いただけますように市街地を取り巻くように設置されました8基のマコーロが日夜魔法を吸い上げております。そもそも魔鋼とは地下に眠る無尽蔵の資源、それを我々が採掘し電力に変えて、または高性能の燃料として皆様にお届けしています。魔鋼エネルギーの普及により我々の生活は格段に豊かになりました。明かりが途切れることはなくなり、ミッドガルは眠らない街として世界の中心となる大都市へと成長したのです。嘘ばっかりじゃねえか。魔鋼で生活が豊かになるのは本当だ。豊かさってのは目を曇らせるんだよな。俺にもそんなことがあったぜ。だから余計ムカつくんだ。かつてこの星には古代種と呼ばれる種族が住んでいました。彼らは星の開拓者と呼ばれ、我々が魔鋼を発見する何千年も前から地中に眠るエネルギーの存在に気がついていたと考えられています。それだけではありません。驚くべきことに彼らは魔鋼を独自の技術で加工し活用していました。その片鱗は一部のマテリアとして現在でも目にすることができます。
こんな言葉が残されています。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く、そして約束の地へ帰る。史上の幸福、星が与えし定めの地。しかしそんな彼らも今はいません。約2000年前に星を襲った隕石により滅びてしまったのです。果たして彼らは約束の地にたどり着けたのでしょうか。それは誰にも分かりません。月日は流れ、シンラカンパニーがまるで古代種の歩みをなぞるかのように魔法をエネルギーとして活用する方法を編み出しました。穏やかな気候、豊かな自然、そして溢れんばかりの魔法エネルギー、そんな土地がこの広い星のどこかで我々が来るのを待っています。シンラカンパニーは古代種が夢見た約束の地を一日も早く皆様にお見せするべく、これからも日夜努力を続けてまいります。終わりか？だろうね、わしとしたことがラードを切らすなんて。脂肪の入っていない紅茶なんてただの苦いお湯だよね。うひょう、まだ頭がクラクラすんで、とんでもねえ映像を流しやがって、子供が見たら泣いちまうだろ。ただの映像じゃない。あの隕石なんだろう。だからそういう映像だろ。お待ちしておりました、アバランチの皆様。私、ハットと申します。ドミノ市長の使いでお迎えに参りました。市長っていうのは、あの神羅の言いなりドミノのことか。はい。世界一の魔法都市、ミッドガルの市長であられるドミノ様のことです。ビジュアルフロアにて異常なシステムエラーを感知しましたので、アバランチの皆様がお困りになっているのではないかと。市長が俺たちに何の用だ。それは直接お聞きください。ついてこいってことか。
だここ。ん？こんなとこに本当に市長がいるのかよ。こちらです。罠だったらただじゃおかねえからな。市長がお待ちです。こりゃ。おお、やっと来たか。遅かったの。あ、わしがこの魔法都市ミッドガルの市長ドミナである。ずいぶんと暴れてきたようだな。の誰が尻拭いをしてやったと思っとる。どういうことだ。どうもこうもないわい。お前らが警備に見つかるたびに、カメラに映るたびに、通報されるたびに、もみ消してやったんだ。感謝せえ。なんだ、分派の連中は知らんのか。わしがアバランチと組んでおることを。何？驚くほどのことではあるまい。このフロアを見てみ、市長とは名ばかりの実態はこの通り。資料室の一角に閉じ込められたただの老いぼれだ。この冷遇に怒りを覚えるのは至極当然なことと思うがの。はっ、だったら話は早え。うん、私たちを研究施設に入れて。研究施設？なんだ、目的はプレジデントじゃないのか。囚われた仲間を救出したい。もちろんプレジデントの野郎もとっちめるけどよ。まあ、神羅を引っかき回してくれるなら何でもええわい。じゃあ、64階までは何とかしてやる。なんだよ、ケチくせえこと言うなよ。わしができるのはそこまでだ。市長なのにか。市長なのにだ。ミッドガルの市長であるにもかかわらず、わしの仕事といえば資料の管理。重役会議にも呼ばれとらんわ。市長が毎日毎日資料の整理、紙をめくりすぎて指は切り傷だらけじゃわい。この痛み、あの男は知るまい。悔しい悔しい。あ、分かった。あんたの恨みは俺たちが晴らしてやるからな。落ち着け。深呼吸だ深呼吸。ふん、カードキーをよこせ。無理。これで63階のリフレッシュフロアまで行けるぞ。そっからはどうすんだよ。63階に協力者がおる。そいつから64階のカードキーを受け取れ。合言葉は
市長最高だ。ミッドガルの市長は最高。誰が何と言おうと最高。お前が市長と言って最高と答えた者が協力者だ。分かったか。めっちゃ面白い。お前が市長と言って最高と答えた者が協力者だ。分かったか。いいキャラだ。お困りのことがございましたら何なりとお申し付けください。協力者について何か知らないか。もちろん存じております。ただ我々も何かと大変でして、だからというわけではございませんが、多少のお心づけをいただけますと。金取んのかよ。機密情報を漏らすとなるとそれなりのリスクを伴いますので、そうですね、1万ギルほどいただければ。高すぎだろ。またいつでもお尋ねください。まさか市長が内通者だったなんて。本家の野郎、そういうことは教えとけよな。約束の地の情報をくれ。せっつかれる私の立場を察してくれないか。あの強欲どもをさっさと黙らせて偉大な研究に没頭したいんだ。エアリス、お前とな。母親に似てきたな。惜しいことをしたよ。何も逃げ出さなくても言ってくれさえすれば対応したろうに。本当に残念だ。最後の純血種だったのに。そうだ、母親に会いたくはないか。と言っても顕微鏡越しだがね。大切な個体を回収していないわけがないだろう。隅々まで調べさせてもらったよ。毛髪、皮膚から内臓、骨の一辺に至るまで。やはり古代史は素晴らしい。誇りたまえ。アルナは細胞まで美しかったんや。その表情懐かしいや。おっと、そろそろ会議の時間だ。それじゃまた後で。63階に到着。死んだ社員の憩いの場所へようこそ。こんな時間だけど7番街の対応で残ってる人も多そう。自業自得じゃねえか。気を抜くな。協力者を探すぞ。おうよ、社員の働きぶりの見物と行こうじゃねえか。7番街スラムには知り合いもいたな。
リも特化するといいんだけど。こちらは火事の跡のようで、焦げた匂いが充満しています。あちらにいらっしゃるのは住人の方でしょうか。台車に荷物が積まれています。忙しそうだね。非常事態だからな。調査を開始しています。軍人の影響範囲ってどうなの。なんだか少しだけホッとする。問い合わせが殺到していると報告が。オペレーター AI で対応させて。協力者を探そう。警備もいねえみたいだし一息つけそうだな。どいつだ。協力者は。それっぽい人に話しかけてみるしかないね。合言葉は市長最高だね。お疲れさん。今日は何にする。市長。シチュー。あいにくシチューはないよ。戦争が終わって平和になったと思ったのに。今回はスタジオに神羅カンパニー治安維持部門統括のハイデッカーさんにお越しいただいております。今回の非道卑劣極まりない事件に我々は強い憤りを覚えておる。神羅カンパニーはこのような犯罪行為には決して屈しない。必ずや首謀者たちを引っ捕らえ縛り首にすると市民の皆様にお約束しよう。はい、聞いているか、卑怯者のアバラッチども。いいか、逃げても無駄だからな。他のプレートは大丈夫だよな。ウータイが攻めてくるっていうのは本当なのか。このビルにいれば安心よね。救助活動は進んでるのか。この嫌な空気、戦争の前触れだったりして。軍の人？そうか、君たちも今は大変だろう。犯人は見つかったのか。市長。ん？市長がどうかした？何でもない。いや、当分帰れそうにない。市長。静かに、電話中だ。そっとしておいてくれ。市長。あれは何だ。シミュレーターだ。仮想空間で戦闘訓練ができる。そんなんで本当に強くなるのかよ。なんだあんたら、何か用か。市長。最高。話は聞いている。上へ行きたいんだろ。おうよ。カードキーを渡す前に力を試させてもらう。はあ、あんたらが捕まったら俺たちだってただじゃ済まないんだ。当然だろう。これに挑戦してもらう。言っておくが簡単じゃないぞ。クリアできたらカードキーを渡そう。早くベッドに戻って。私たちにできることって。はい、ということで一旦今回はここまでで終わろうかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして概要欄にツイッターリンクも貼ってますので、よかったらフォローもお願いいたします。それでは、またです。